琴の音を最初に入れまして大晦日を迎えてということでですね、今年1年を振り返ってみたいと思いますが、まあ1年という区切りがあるということは本当に素晴らしいですね。今年も大晦日を迎えることができた。そう思いますと、まあ、少年の頃の大晦日、家族揃って紅白歌合戦を見てたような気がしますね。長じて、自分の家族ができて、大晦日を迎える。まああの頃は NHK というものをまだ信じておりまして、11時45分からの知恩院の鐘の音なんかを聞きましてね、ゴーンとなりまして、そしてやがてカウントダウンで、新年を迎えると。そして明けましておめでとうございますということで、しばらく経ちます、2日だったかな、芸能人の隠し芸大会でまあびっくりするというですね、穏やかな活力のある、まあ、日本、まあ嘘のない日本というものを、まあ長く私は人生で経験をしてまいりまして、まあ、その意味では大変にいい人生を送ってきたなと思っております。まだ送るつもりですけどね、それから今年はもうあまりのこう変節というかですね、社会の変節にですね、多少こうがっくりきまして、ひばりクラブを始めました。まあ、大変に支持が多くてですね、最近ではひばりクラブとしての活動というのがかなりはっきりしてまいりまして、その世の中の悪いこと、間違い、企みなんかを明らかにするのも非常に大切なんですが、共に正しいこと、楽しいこと、幸福のことを現に目の前に出して、そしてそちらの方に多くの同志の方と動くと、まあ、いうこともですね、また正しいんではないかというふうに思いました。そして途中では表現の自由が大変に私にとっては危機に陥りまして、まあそうかなと思ってましたけど、 NHK も朝日新聞もですね、あれほど表現の自由というのを言っていながら、まあ、国民の一人っても私割合とこう発信力ある人なんですが、電車に乗っても街を歩いてても随分多くの人から頑張ってくださいねと声をかけられるわけなんですが、まあその人がの地方表現の自由が侵されてもですね、いやーマスコミっていうのは全然それを記事にもしてくれない、ニュースにもしてくれない、守ってもくれないもんなんだなということを身に染みて感じたわけですね。なんで私は今まで NHK の受信料を払ってたのか。 NHK の受信料ってのはやっぱり NHK を見てる人の表現の自由を守ることもしてくれるというふうに思ってたんですけどね。まあそれはいいと。それからもう一つ、今年の私の非常に大きな進歩は、今までもそういうふうにこうずっと思ってやってきたのは、特にですね、昔の日本人は偉かったなということを、今年はこれは私一人じゃなくて講演会に出ていただいた人とか、それから講演会の後何か懇親会をやった時の席とかですね、いろんな点で接触した人からも教えていただき、私も議論を深めて、だん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 それが自分の身についてきたっていう年でもありました。例えば日本ほど平等だった国はない。なぜその平等だったのか。天照大神以来の神王、それから神武天皇以来の天皇の系譜、それがもたらした日本社会への影響っていうのもはっきり見えてまいりました。また平等の中にも含まれるんですが、男女ですね。日本はなぜ女性が上位で衣食住を司り、男性は外で戦争と農業をやったのか。なぜ家家殿下だったのか。なぜ男は給料を全て奥さんに渡して奥さんから、お小遣いをいただくというような世界でも稀な風習ができたのか。またほとんどそういうそれらと同じなんですが、まあ、日本では奴隷が
なぜできなかったのか、まあそれと同じ考えですが、なぜ日本はフィリピンとかインドネシアに中世から近世にかけて非常に日本が強い時にも侵略に行かなかったのか、それらも評価いたしました、評価いたしました。とても私にははっきりと見えるようになりました。それから死の交渉の持つ意味ですね、死の交渉の死が一番貧乏で、将が位の低い将が一番金持ちであると。それから死は米を年貢としてもらってて、貯金できるお金をもらってなかったってことですね。これは現在の社会にももし適用できれば、日本の政治経済は素晴らしく良くなるでしょうね。やっぱり商人は現在でも、現在会社がかなりちゃんとするようになっても、やっぱり私が見るところ汚いですね。まあ商というもの、金というものが人間を汚くするんだということは、やっぱり日本人が昔見抜いた非常に大きなことだったと思うんですね。だからして排他的であればいいというわけではないと思いますね。この日本の素晴らしさの中に外国の文化、外国のしきたりを取り入れるっていうのが、この日本人のこれまでのいいところだったわけですから、まあそういう点では、今年のようにはっきりと私の意識の上にですね、日本というものをこう基礎にできるようになってきたと、まあ、いうことはとても私としては嬉しいわけですね。もちろん昔の日本であれば、今年の新型コロナの騒ぎなんていうのはなかったと思いますね。もう少しスマートに覚悟を持って、生死というものをですね、区分けて見ていけたと思うんですね。まあ、諸外国の状態は、まあ、アメリカの没落というのはもう少し状態を見て見ないといけないんですが、はっきりと分かったのが、いわゆる今まで共産主義とか共産党と思ってたのが、これは主義でも党でもなくて、まあ、不法集団といいますかね、反社会的不法集団だった。それを共産主義とか共産党という名前をつけたんだっていうこともはっきり私には見えてきまして、それによってかつてのソビエト連邦、それから東ヨーロッパ、中国の共産党、それからポルポトのカンボジア、現在の北朝鮮なんかの状態をですね、まあ、自分としてはより正しく見ることができるようになったと、まあ、いう点では、まあ、今年の活動の一つの成果だっただろう。年末にはですね、スウェーデンの新型コロナウイルスに対する日本医師会の論文を読みましてですね、スウェーデンが終末医療をやらないと、つまり人間は死ぬもんであるということを前提に社会のケアをやっていると、まあ、いうことをかなり深く知ることができまして、まあ、これもですね、長らく私の、まあ、一つのテーマの一つでした、人間は必ず死ぬ、お釈迦様もお亡くなりになるということは、老人の死亡率とかそういうものをどういうふうに計算すれば正しいだろうかということに大きなヒントを与えてくれました。つまりスウェーデンではですね、例えば日本で言えば、まあ、70歳までは、20歳から70歳までは言ってみれば、できるだけ死な、その人は死なないように全力を注ぐ、どんなに体にチューブを入れようと、人工的な栄養を注ごうとですね、やっぱり命を助けるっていうことを医師の任務とし、それに全力を注ぐと。しかし70歳以上はむしろ無理やり体にチューブをどん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 取り付けて、命の長さだけを競うんではなくて、その人が人間としての尊厳、限られた命の中で幸福に死んでいくことを目標とすると。したがって、病気で治療を受けた高齢者はですね、治療の途中で、介護の方に回される。それは何の違いがあるかすると、病院では必死になってその人の命を救わなきゃいけませんね。医師は安楽死とかダメですね。しかし介護っていうのは何を意味してるかって言ったら、
その人が安らかに人生を終わるための活動なんですね。ですからそちらに移す、その移す時期がちょっと早かったかなというのが、スウェーデン国王がちょっと漏らしたことであるわけですね。これはもう非常に深い問題で、来年度はですね、少しこの問題にも取り組んでみようかと思っています。それから虎ノ門ニュースの虎ノ門サイエンスではですね、2回前のそのカウントが60万ぐらいで止まっちゃったところでちょっと残念だったんですが、科学は宗教をなくしては進まないというお話ができたこと、最終回には落語、我々が目に見えないですね、集団の力というものに触れることができたこと、これらは私の来年からの研究の中心をなすものであると思いますので大変に良かったと、まあ、そういう意味ではですね、大晦日を迎えまして、再び琴の音でも聞きながらですね、まあ、新年に向かって時間を刻んでいきたいと、そのように思っております。